平民宰相田中角栄の歴史。新潟に生まれ、成績優秀な青年期を過ごし、東京へ出て建築事務所で働きます。28歳の時に衆議院議員選挙で当選し、39歳で国務大臣に。日本列島改造論を発表し、翌月には自民党総裁選で勝ち、内閣総理大臣に。お金を豪快に使って上り詰めたらしいです。総理時代には中華人民共和国に訪問し、日中国交正常化を実現します。田中金脈問題で失脚し、2年後にロッキード事件が起きます。しかし大平正義、鈴木善光などを支持し、政界への影響力を持ち続けます。一審で懲役4年を言い渡される実刑判決を受け、すぐに控訴するも脳梗塞で倒れて入院します。最終的には刑事被告人のまま肺炎で死亡しました。10時間世界史、12時間日本史で検索。